ニューヨークアジアン映画祭へお越しの皆様、それからスタッフの皆様、はじめまして、池松壮亮です。この度、ニューヨークアジアンフィルムフェスティバル、ライジングスターアワードを、いただきまして、本当に、すごく嬉しく思っています。まあ、こういう状況で、本当は、そちらにちゃんと伺って、皆様の前に、で、挨拶もしたかったですし、この映画が、ニューヨークで見られるところをちゃんと、自分の目で見たかったんですけど、まあ、もう仕方ないですけど、本当に20周年おめでとうございます。そうですね、このアジアの天使という映画はですね、もう数年前から企画していて、とてもたくさんの困難を経て、日本で公開となり、これから韓国で、あなたは信じないだろうけど、というタイトルで、これから韓国で公開されます。こうやって世界で、分断が進む中で、なんとか映画にできないことはないかと、一生懸命、みんなで作りました。日本と韓国という、本当に、世界からすると、とても近いようで、でも、言葉も違って、食べ物も違って、文化も違って、互いの歴史があって、遠いようで近くて、近いようで遠くて、その、人種間で、家族になる、物語なんですけど、とにかく、その、議論だけの多様性ではなく、自分たちが韓国に向かって、どれだけ、真摯に、違いを認め合って、共存しているか、手を組めるか、新しい時代に、迎えるのか、映画をもって証明できたらなと思いながら、主人公の剛という役を演じていました。愛情を持って、その愛情を向ける対象にどれだけ、接近できるか、そのことが、この役の大きなテーマだったと思います。そういう役を経て、こうやって世界の賞をいただけるというのは、なんだか、とても嬉しく思いますし、この映画にまた光を当てていただいて本当に感謝しています。いつかまた別の作品でもそちらに伺える日を楽しみにしてます。今回は本当にありがとうございました。